皆さんこんにちは、日本経営同協会、翔平坂フォーラム、改めて、経営哲学フォーラム、実行委員の、山下と申します。私は現在、仏像を中心に彫刻の活動をしております。今回は、コロナの関係で、4月5月と公演を休演しておりましたが、今回、緊急事態宣言を終えて、改めて、経営哲学フォーラムという名前で、講演をさせていただきます。そしてその栄えある第1回目の講演としまして、株式会社キミカ、代表取締役社長、笠原文義社長にお越しいただいてます。笠原社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょっと採用難が歌われている時代で、その中で私は前職 IT ベンチャー企業で株式会社集まるという会社に入っておりました。そこで採用の自社採用の強化というプロジェクトの中で一緒に株式会社キミカさんとやらせていただくという中で機会をいただいて、このようなご縁をいただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。と長いんですけどもね、アルギン酸工業の先駆けとして培った独自の技術を核として、人々の健康で豊かな暮らしづくりに貢献しますと。そしてです、生み出した新しい価値を日本から世界に広げていきます、こういう企業になります。ありがとうございます。もう御社は、はい、もうアルギン酸という酸一筋で、かれこれ80年ぐらいに、そうですね、来年でちょうど80年ということで、はい、もう本当にアルギン酸という、もうわかめ昆布ですね。そうですね、はい、海藻の粘りを、まあ、化学製品として始めた会社でございます。うん、嘘やごまかしを許さない、それに徹することだと思います、ね。やっぱりね、はい、嘘やごまかしが通ってしまうと、うん、真面目な人のやる気をくじいちゃうんですね、はい、うん、バカバカしいって、それが一番私怖いと思いますね、うん、やっぱり嘘で始めてしまうとまた上塗りをしなきゃいけなくなって、はい、どん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 嘘が膨らんでいくという、うん、それをお互いに戒めて、お互いに許さないというね、うん、そういう企業でありたいという思っております。ありがとうございます。私も正直に度真剣にまた彫刻頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。笠原社長が経営をする上で最も大切にしていることを、一言ボードに書いて、はい、一応お話ししていただければと思います。ベストインザワールド。改めて社長、このベストインザワールドの意味について教えてもらえますか。そうですね、私どもの会社アルギン酸のメーカーとして世界で渡り合ってきたわけなんですけどもね、はい、周りは本当に大資本の、はい、会社ばっかりなんですね。その中で、日本のキミカなんていう中小企業が勝負になるんかいということをよく言われたんですけれども、とっても規模ではかなわない、だけどベストな会社にはなれるだろうということですね。トップオブザワールドにはなれなくてもベストインザワールドにはなれるだろうということでですね、お客様がアルギン酸メーカーを比較したときにどこが一番いいって言ったら、創業者一族のオーナー経営が貫かれていて、アルギンに対する情熱愛情が違う、在庫もたくさん持ってるし安定供給体制バッチリだよねと、品質保証もすごいよね、アルギン酸買うんならキミカが一番いいよねと言われる会社にしようということを目指してきたんですね。そこで当社は相手がね、日本で言えばキッコーマン、うん、気分、海外で言えばデュポンとかですね、うん、カーギルとか、うん、こういったところがうちのライバルだったわけなんですけども、当社にはそういう名前はないけども旗印はベストインザワールドだということで社員を鼓舞してずっと戦ってまいりました。ですからこれからもやっぱり1番になるということね、2番じゃダメなんですかっていう言葉ありましたけども、2番じゃダメですね、やっぱり1番の会社にだけ特許が与えられるんだしね、うんうんうん、1番と2番じゃ全然意味が違う、やっぱりベスト、常にそこの点で妥協しないと、はい、目指すものはベストインザワールドだという姿勢を貫きたいと思っております。ありがとうございます、はい、もうまさに今本にも
なっておりますし、Amazon ランキングでは1位も獲得して、御社の釈迦でもベストインザワールド、カラオケでも一度歌わせてもらったことあるんですけれども、このベストインザワールドになるまで一筋縄ではいかなかった、うん、まあ、本当にいろんな、まあ、困難がある中で嘘をつかず真剣にやっぱり取り組んできたからこそ今の御社がやっぱりあると思うので、まあ、そちらのお話これから後ほどゆっくりと1時間半たっぷりお話聞かせてもらえると思うので、はい、本日はどうぞ改めてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。